リーが来航して、日米和親条約で日本が開港しますよね。で、島田と函館が開かれた結果、そこにアメリカ人がこう住み着くようになると、まあ、いろんなトラブルが起こるってことで、領事館が置かれます。で、その初代領事としてですね、私がやりますと名乗りを上げたのが、タウンゼント・ハリスという人です。この人面白い人で、もともとプロの外交官じゃないんですよね。お父さんがあんまりパッとしない貿易商で、高度教育も受けずにですね、ずっとあの家業を手伝いながら独学で数カ国を学ぶと。で、まあそういう自分のですね、体験をもとにしてニューヨークにですね、労働者向けの無料のですね、学校を作って、フリーアカデミーって言うんですけども、だから最初はその教育者として名を挙げた人なんですね。で、いよいよお金がないってことで、本格的に貿易をしようということで、で、上海に渡った時に、ペリーがやってきて、それで、志願して、日本領事、初代日本領事として赴任するということです。いよいよその、貿易を始めるためにですね、通商条約を結ぶと。で、この幕府との交渉、それからイギリスの妨害などでも、彼は疲れ果て、1年間で20キロ痩せですね、滑血をするという事態に至りました。で、この時にですね、看護師として幕府が送り込んだ女性がですね、お吉という女性で、ハリスはすぐに、あ、これは要するにスパイだということを感づいて、もう3日で彼女を帰らせるんですけれども、このお吉さんがですね、要するに、まあ、ハリスの愛人だったということで、いろんな差別を受けて、で、明治以降ですね、苦労した末に、自死をしたという話になっていて、これがあの、当人お吉という話なんですが、これは別にハリスに罪はございません。さて、やっとですね、あの、井伊直弼が条約締結に踏み切って、で、ハリスはですね、初代米国公使に格上げされて、江戸の公使館に移ります。で、その頃、あの、アメリカはですね、南北戦争が始まっちゃったんですよね。それで彼は祖国が心配だっていうことで、4年後に帰国をするということです。ハリスはこの日本人と出会ってですね、こういうふうに言ってますね。喜望峰伊東で最も優れた民族であると。で、下田の町はですね、家は清潔で日当たりが良い。世界のいかなる地においても、下田よりも良い生活を送っている労働者はいないだろう。と、称賛しています。はい。アメリカのですね、領事館が置かれた玉泉寺です。初代領事がタウンゼント・ハリス。ここは曹洞宗ですね。下田は曹洞宗が割と多いんですよ。あと日蓮宗も多いんですけど、残ってたんだね、やっぱり。これはあれですか、当時の建物ですか。そうです。だからあの、こっから見た、本堂を見た絵も、もう全然変わってないです。あ、そうですか。すごいな。そんな古びた感じしないですもんね。まあ、でもこの辺りがちょうど、
その時代のハリスを見てたんじゃないかな。ああ、なるほど、うん、現状が、確かに。それでここから見えるちょうど電信柱が立ってるあたりの手前で、はい、日本で初めての星条旗が上がって、うんうん、でハリスを連れてきたあれなんて船だったかちょっと忘れたけど、その船がこの星条旗が上がったことを確認して、うん、出港したと。品に戻ったんです。だからそれまで一応その江戸幕府が、うん、領事館の設置を認めるまでは、うん、一応脅かしの軍艦がいたんだけど、うん、上がったので、うん、大丈夫だなということで帰って帰ってたわけですよ、うん、あ、三者信徒だ、三者信徒号、うん、これが5機あって、ペリー艦隊乗組員のお墓、これは航海中の病死、事故死で亡くなった方のお墓ですね。本当だったら水槽のはずなんだけど、たまたま水槽す水槽する前にここに着いたので、水槽しないで残したんじゃないですかね。で、この裏手の方にロシア艦隊、ロシア艦隊の同じく殉職した兵士の墓があります。だからここが日米関係の最初ですよね、うん、でまた面白いのがこのさっきの渋沢栄一の話に行くんですよ。1856年9月4日、初めて日本帝国の一角に領事館、領事旗、旗を掲げ、翌年11月23日までこの地に居住し、58年4月29日、江戸条約によって日本の門戸を世界に開きたる米国総領事タウンゼント・ハリス記念のためこの日を立つ。あ、渋沢栄一が建ててるんですね。1923年に関東大震災があるでしょ、うん、それで日本がもう打ち砕かれてきた翌年の24年例の、日本人排斥法案、うん、はいはい、要するに、帰化不能民、不能人種ということで、はい、うん、アメリカへのそのなんて言うんだろう、移民を完全にシャットアウトするのが1924年の日本人、まあ日本人だけじゃなくて、うん、アジア人全体を帰化不能人種とした日本人排斥法案が24年にできるんですけど、その時の大統領がクーリッジなんですよね、はい、そのクーリッジは本当はしたくなかったんだけど予算を議会に取られちゃったんですよ。
なのでまあベト要するに拒否権を使わずにサインしたんだけど、この法案をやったら日米関係が完全に崩れるなということを分かってたんですね、クーリッチは、うん、それなのでなんとかその議会の妨害があったんだけど、その日米関係を好転させたいという気持ちで、このエドガー・バンクロフトという大使を送り込んできたんですよ、うん、で彼は確かシカゴの出身だと思うんですけど、うん、非常にこう親日的な人物で、なんとかその日本との関係をおかしくなったんだけど、はいはい、なんとかその実務レベルではね、はい、維持したいなということで頑張った人なんですよ、うん、でそれを渋沢栄一あたりは知ってたので、渋沢栄一の場合はほら日米関係は重要だから本当にこう実業界のね幹部を連れて何度もアメリカに訪問してるでしょ、うん、だから彼なんか人生のもう晩年に当たるんだけど、非常にその日本人排斥法案については落胆したんですよね、うん、だけどこの彼の気持ちを継いで、よし実務レベルでは日米関係維持していこうじゃないかという動きがあったんですよ、うん、でところがこれもまああれですよね、歴史の悲劇なんだけど、バンクロフトがすぐ死んじゃうんですよ、うん、でそれ軽井沢で秘書中に死んじゃうんだけど、でそのことを惜しんでっていうのかな、うん、まあ亡くなっちゃったんだけど、うん、日米関係大事にしていこうねということで、この記念碑をここで作ったんですよ、はいはいはい、あ、そういうことなんですね、でここにねこの記念碑ができた時にもう80代の半ばだと思います渋沢は、うん、でここにたくさんの日本の要人とそれから当時のその、大使がね、彼の後任の大使がここに来て盛大にハリス要するにハリスを検証することで、うん、日米関係って大事だよねというスピーチをしたんですね、うん、ここで。で戦時中はねこれをが目の敵にされたんですよ、うんうん、でこれを潰すという動きがあったんだけど、うん、これを掘ってね横にして埋めたんですよ。絶対にそういうことはさせちゃいけないということで、ここの今の北条さんの、まあ、お嬢さんのおばあさん、お母さんにあたる人かな、お母さんかおばあさんかちょっと覚えてないけど身を張ってね これを守ったらしいんですよ、うん、この辺の話も本当は歴史では教えた方が面白いと思うんですけどね。これは面白いですね、だからアメリカに対する評価っていうのが時代によって全くこう変わっていくという、そうそうそう、うん、要するにアメリカっていうのは議会と大統領がほとんどの場合どちらかが狂っちゃうんですよ、うん、で両方とも狂うことはほとんどないんですけど、うん、まあ、今が両方とも狂ってる時期ですけどどちらかがねブレーキ役になるんですよ、うんうん、ちょうどこの時は議会が、うん、特にカリフォルニアのね、うん、出身の議員が反日活動をめちゃくちゃやってた時期だから、うんうん、でそのカリフォルニア中心とした議員とそれからそれに乗っかった黒人差別を続けてた南部の議員が乗っかるんですよ、うん、でそれで日本人を排斥していこうと、要するに日本人って頑張ったので地主になる 人とかそのビジネスで成功する人が出てきちゃったんだよね、うん、それに対する妬み、要するに妬みを刺激するとこれ民主主義の怖いところで、うん、妬みを刺激すると票になるんでね、うん、それをカリフォルニア州の連中がやって、で、クーリッジ大統領の時にその
軍縮にする時だったのかな。それで予算を通さないというね、あのプレッシャーをクーリッチ政権にかけて、うん、そのために、まあ、クーリッチとしてはあのこんなあの法律作ったらいけないとは思ってたんだけど、結局中庭でね、あのホワイトハウスの中庭でセレモニー的なね署名をさせられるんですよ、うん、でそれで彼としては非常に頭にきて、あの自分の頭を冷やすためにあのワシントンの市内をちょっと歩いて、で後ろからシークレットサービスがついてきたんだけど、 そういう流れの中で出来上がっている記念碑っていうかね、ハリス、タウンゼント・ハリス顕彰碑です、うんうん、はい、こちらハリスの小道、ハリスがよく散歩したところらしいです。むっちゃ綺麗な海です。昔はね、あの加山雄三さんのね、甲信丸がたまに入ってたんですよ、はい、今、火事で消失しちゃったけど、加山さん、行ってたんですか。そうそう、書いてあります、石炭貯蔵跡って。あ、ここに板を渡して桟橋みたいにして、ええ、石炭を蒸気船に積んだと。そうですね。ちょうどこの藪の影でわからないんですけど、ここですね、ここに。あ、本当だ、石炭庫、あとこれ石炭庫があったんですね、はい、この号は大戦末期のですね、海軍の特攻基地だったところです。あのベニヤのボートに爆弾積んで突っ込むという、何でしたっけ、そのベニヤの特攻隊の信用、信用ってどういう字ですか。あの震えるっていう字に、うん、太平洋のよう、あ、信用、震えるに太平洋のようだそうです。この沖には、うん、特攻潜水艦の特攻、潜水艇の特攻が行われて、それがあの海底で見つかっています。ハリスがアメリカ領事として島田にやってきてから85年後、日本海軍が真珠湾攻撃を行いました。そして4年後に日本は敗北するわけですが、この日米戦争、大東亜戦争の末期にですね、日本海軍が特攻兵器というものを次々に作りました。日本はミサイル技術
がなかったんですね。ドイツはあったんですけれども、なので人間が操縦して爆弾を突っ込むという兵器、これが特攻兵器です。で、神風特攻隊は有名ですけれども、海の上ではですね、こういうことが行われました。まず特殊潜航艇海竜、これは小型の潜水艦がですね、特攻を行うというものであります。さらに魚雷そのものにですね、人間が乗り込んで突っ込むという回転というのも作りました。さらには小型のモーターボート、もうこれもベニヤ製のちっちゃいもんですけども、そこにですね爆弾を積んで突っ込むと、これが新洋というものです。で、当時二十歳前後の若者がですね、こういったものに乗ってですね、特攻を行ったという事実があります。下田の海岸線にはですね、この新洋ですね、隠していた洞窟がたくさん残っています。それから下田沖にはこの潜水艇海竜がですね、数隻沈んでいまして、海洋調査で発見されています。下にリンクを貼っておきますので、ぜひ動画でご覧ください。このように下田っていうのは日米関係の始まりとその破局をですね、ずっと見ていた街と言えるでしょう。